そうした政策の合意を着実に実行していくということそれと実際の選挙では2つ合わせて過半数を維持しなければなりませんから選挙協力をして過半数を獲得できるように努力してきましたでこれが効果を上げてきていると思いますが永遠ではありませんもちろん自由民主党も公明党もやはり国民の支持 信頼があってこその政権ですからこれが失われるようなことがあればそれはこの連立が永遠に保障されというものでもないと思いますしかしそれにとって変わるような政権の枠組みというものが見出せなければ結局は国民にその不利益が返っていくわけでありますから私たち公明党はいつもその政治の安定の上に政策実現 また改革ということを目指しているわけであります。